豊田康久は日本の音響設計家である、広島県福山市生まれ、広島大学附属福山高等学校卒業後、1972年に九州芸術工科大学音響設計学科に入学し、コンサートホールの音響設計技術を学ぶ。1977年、長田音響設計入社、同社ロサンゼルス事務所突破理事務所の代表を務めている。 1952年広島県福山市に生まれる。両親が音楽が好きで、父親は尺八を、母親はことをやっていた。父はレコードも収集していて、ある時、シューベルトの未完成交響曲のレコードを聴いてみたら、それがあまりにも衝撃的でそこからクラシックの世界にのめり込んでいく。中学に入ってからは吹奏楽部でサクソフォンを吹いていた。 高校も吹奏楽部に入り、弦楽部と合同でオーケストラを編成して演奏する時、サクソフォンのパートがなかったので、オーボエを演奏することもあった。高校卒業後は、プロの音楽家としてやっていくのは無理だろうと思っていたが、音楽に近い職業に就きたいとは思っていた。もともと理数系だったので、そのあたりを兼ね備えた職業として浮かんできたのが、音響設計家だった。 だが、ホールの音響設計は今以上にマイナーな仕事で、当時のトヨダはどんな仕事か、よく理解していなかったという。その後、1977年に、長田音響設計入社し、2009年からは、米国法人代表。現在は、同社ロサンゼルス事務所突破理事務所の代表を務めている。ありがとうございます。